元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は合気道の基本は攻撃、こういったテーマでお届けしたいと思います。さあそれでは早速お届けいたしましょう。今回のテーマはですね、合気道の基本は攻撃だということなんですよ。これはですね、斉藤守弘先生が実は昭和61年から62年にかけてインタビューをしたその記事が出てまいりましたんで、それに基づいて今回はご説明をさせていただきたいと思います。よって今回はですね、我より攻撃すの意味、そして2番目、打ってこさせる道場がなぜ多いのか、そして3つ目、合わせとの関係、これをですね皆様にはお伝えをさせていただきたいと思います。まず、我より攻撃すっていうことなんですね。何度となくご紹介申し上げた昭和8年にできました武道練習、あのですね分厚い本にはですね、必ずと言っていいほど導くという表現があるんですよ。で、導くためにはどうしたらいいかという肝心なことは書いてないんですね。で、先般もですねご紹介申し上げた通り、例えば胸取り、肩取り、片手取りにおきましても、その導くという表現はあるんですが、どうやって導いたらいいのというところはない。さてどうなのかといったところはあったわけです。で、今回ですね斉藤先生のインタビューの記事があって、あ、やはりその導くというのはこういうことなんだということが一つ分かったんで、これをご紹介していきたいなと思っております。まずですね、インタビューをした方というのが柳川雅弘さんという、ね、空手家の方なんですよ。で、この方がインタビューをされて斉藤先生が答えている、その一節があるんですね。まずはご紹介しましょう。柳川さんがですねこんなことを聞いてるんですね。合気道という武道には攻撃はないと多くの方は言ってますが、ということに対しまして斉藤先生はこうお答えになりました。いえ、とんでもありませんと。合気道の基本はあくまでも攻撃ですと。攻撃といっても打ち込むというよりも、こちらから打って相手を呼び出すというのが基本ですと。打ち砕くのではなく、パッと行くから相手がすぐ払おうとして手を出してくるでしょ、その手を引っ掛けるというのが基本なんですと。さらにですね、こういったことも言っておられます。それを知らないで打ってこさせるところが多い、基本的には違うんですと。正面打ちは全部こちらからの攻撃なんです。打って出て相手の腕を取るんですと、こうおっしゃっておられるわけですよ。ですから基本はあくまでもやはり我より攻撃すなんですね。その我より攻撃すというのは相手の気を導くためにやってる動作であるってことなんです。ということは基本的にはですね正面打ちだと思うんです。ただ正面打ちといってもですね、他の道場を見ておりますと、こういった正面打ちなんですよ。今場は違うんですね。今場はですね、腹から出していく、手刀を腹から出して相手の鼻っ柱にこの手刀を当てていくんです。これが正面打ちなんですね。ですから正面打ち、我より攻撃すということで、手刀を相手の鼻っ柱に当てると同時に左手は相手の肘を取る、そして押さえに入っていくという、こういった順路なんですよ。ですからあくまでも正面打ちは腹から出したその手刀によって相手の鼻っ柱を打つという、そういった動作になるわけです。これで相手の気を呼び出しておいて、その腕を取っていく。要するに合気道というのは相手の手を封じ込める技が非常に多いんですね。相手が手をもがれると同様ですから、手を取られるっていうのは相手にとってかなりのハンディキャップになるってことなんですよ。それを狙っての技が非常に多いんで、正面打ちで相手の気を誘うっていうのは非常にですね、理にかなってるようです。ということはですよ、正面打ちを中心に稽古をした方がいいということだと思うんですよ。例えば正面打ちの、まあ、1強から5強ってありますよね。正面打ちの小手返しもある、正面打ちの四方投げもある、正面打ちの入り火投げもあるわけですよ。こういったものを中心に稽古をしていくのがよろしいんじゃないかなというふうに思いました。さらに応用編としまして、肩取りがあったり、ね、胸取りがあったり、
片手取りがあったりするわけなんですけれども、それはもう臨機応変に行っていく。例えば完全に腕をつかまれた場合はどうするんだ、胸をつかまれた場合はどうするんだ、肩をつかまれた場合はどうするんだということでですね、相手に一歩譲った状態じゃないですか。そこでもさばけなきゃいけないんで、そういう稽古もする。その時には必ず当て身を入れてフェイントをかけて相手を崩しておいて、要は当て身が入るわけですよね。当て身で崩しておいて、そして技に入っていくという、まあそういった流れのようです。今研究をしてですね、順序立てて組み立てていくと、ああなるほどこういうことだったのかということはよくわかります。ですから、まあ、これからの指導者というのはなぜそうなるのかっていうところもですね、門弟には教えていく必要があるのかもしれませんね。さて、もう一つの疑問点といたしまして、ではなぜですね打って出る道場が多いのかっていうことなんですよ。斉藤先生言ってますよね、打ってこさせる道場が多いと。基本的には違うと。正面打ちは全部こちらからの攻撃なんです、打って出て腕を取るんですというふうに話しておられるわけですよ。じゃあなぜ打って出る道場が多いのかってことなんですよ。これをですね、おそらく普及のためにデモンストレーションをしましたよね。デモンストレーションというのは演武でございます。演武を初めて見た人がびっくりしたんです。合気道って綺麗なんだ、かっこいいんだって思ったんですよ。それで門弟が増えていったんですね。入門者が増えていったんですよ。ということは演武はどういう形で取ってるかっていうと、相手に打ってこさせてさばいているんです。非常に綺麗なんです、かっこいいんです、楽しい武道のように見えたんですよ。それで入門者が急増したんです。ですからこういった形が踏襲されていったんだと思います。打って出る、斉藤先生に言わせるとですよ、ね、あくまでもこちらから誘いをかけていくと。正面打ちなんだ、こちらから行くんだと、相手の気を呼び出すんだってことなんですね。これをちょっと履き違えてるんじゃないかと当時の斉藤先生はおっしゃっておられる。昭和61年から62年ですよ。私がちょうどね、打ち出しに行ってる時代なんです。その時にインタビューを受けてたんですね、こういったインタビューをね。それで、まあ、話戻しますけれども、打ってこさせて演武をした、そういった人たちが今度はね、海外に行くんですよ。こぞって一旗上げようとしまして行くんですよ。どういった連中が行ったか、連中と言っちゃいけませんね、どういった方々が行ったかと言いますとですね、2段3段の方が行ったんですって。まだまだですよ、2段3段だとまだまだなんですが、やはり普及を急いでいたのかもしれません。2段3段クラスの方がこぞって海外に出られて、そういった演武を見せたそうなんです。ですから打ってこさせて裁く、これが主流になっちゃったんですね。でも岩間に残って王先生のもとで王先生の技を継承した斉藤先生とすると、それは違うぞと、あくまでもこちらから相手の気を呼び出して、そして抑えに行くんだよ、これが導くということなんだよということをおっしゃっておられるんです、インタビューの中で。ですからそういったね、証拠が出てきますんで、ああなるほどねと改めてね感じる今日この頃でございます。さて最後なんですけれども、合わせとの関係なんですよ。合わせね、線の線でもない、語の線でもない、合気道は合わせであるってことなんですね。相手が打ってくる、相手が掴んでくるね、相手が押さえてくるのに合わすんです。合わせるということは今の話とちょっと矛盾するんじゃないかとおっしゃる方がいらっしゃると思う。確かにそうなんです。ではどういうことかっていうと、相手が打ってくるんだったらその気を流せばいいってことです。これ導くってことなんですよ。相手が掴んでくる気が見えたらそれに合わせるんです。反目する必要はないんです、抵抗する必要はないんです、それに合わせりゃいいんです。だから合わせなんです。でも打ってこない人がいる、ずっと。例えば格闘技でおいて睨み合いが続いてしまったという場合、この膠着状態を破るんであれば、我より攻撃すでこちらから気を出していって相手の気を受けて抑えていくと、こういうことなんじゃないかなと今私はですよ、認識づけているんですよ。臨機応変に打ってくる動きがある、打ってくる気配があればそれを利用しなさいというのが合気道であると。打ってこないんであればこちらから誘って導いて抑えてあげればいいじゃないかということなんじゃないかと思うんですね。ですからあくまでも臨機応変に、稽古というのはあくまでも稽古なんですよ。実践と違うんですね。実際の場合はもしその場に遭遇した場合は臨機応変に動けなければならないんですよ。そうしないと殺されちゃうんですよ。殺されたくなければ臨機応変に動かなきゃならない。そのために様々なバリエーションで稽古をしなければならないということなんですね。いろんなことを考えながら、その
時々に応じて動けるようにしていかなきゃならないということなんじゃないかなというふうに思います。まず今回申し上げたいのは、合気道は決して受けてはならないということなんじゃないかと思うんです。あくまでも攻撃なんですと斉藤先生がおっしゃったこの言葉の意味、これをですねやはり吟味する必要があると。あくまでも我より攻撃す、口伝にこういった内容のものがあるね。我より攻撃す、両手および両足を同時に使用す、地上に収うるとき腕と胴体直角だらしめること家業なりというんです。これ一挙なんです。押さえたときは直角ですよとね、地上に押さえるときは。でもその前はね、我より攻撃すで相手の気を導いておいてね、そして両手および両足を同時に使用して押さえなさいと、押さえたら直角ですよということなんです。これが一挙の口伝なんです。こういったものはそういったところから出てきているということなんですね。斉藤先生が言ってるってことは大先生が言ってるんです。口伝にも残ってるんです。我より攻撃す、つまり合気道の基本は攻撃であるという証なんですね。ということで、今回は合気道の基本は攻撃であるというテーマでご案内をさせていただきました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。